9月27日に予定される自民党の総裁選。今の制度になってから最多となる9人の候補による選挙戦が確定。その候補者の一人で国民からの人気が高い石破茂氏に対し、元議員らからは厳しい意見が相次いだ。石破氏を政策通と評する松添氏だが、経験もあり、本もよく読んでいて。ただ、一緒に飯食ってて面白くないと断言。 政治においてはそれも大事なこと握手や名刺交換しただけでわかりますか。バカ話をして、酒飲んで、酔って、と。県議会議員でも、市議会議員でもそこまでやって、古文たちが増える。なぜ仲間がいないのかといえば、そういうバカ騒ぎをしないからと説明する。結局、仲間の数が大事なのかと問われ、選挙では、数が論理であるからと応じた。 元衆議院議員の宮崎健介氏は、長田町の中で歯を食いしばっている時に、国民目線だろ。これはと、調子のいいことを言ってしまうところがあるとしつつ、長田町からすると、国民にはわかってもらえないけど、今ここが頑張りどころという時にはしごを外してしまう。そこを、みんな嫌がっているとした。元衆議院議員の宮沢博之氏は、私の場合は、ここに並んでいる方々、 小泉進次郎氏、石破茂氏、高市早苗氏、小林隆之氏、上川陽子氏、河野太郎氏では、高市氏とは親しかったが、他の方に比べると、石破氏との1対1のトークの方が面白かった。他の人たちは本当に冷たい連中ばっかり、石破氏の方が、喋り相手としてマシだったと印象を述べた。以下は視聴者からのコメントで、 好き嫌いの人間関係馬が合う合わない。既得権益保護担保等で、より良い所政策が後回しになってはいまいか。少なくない有権者が危惧しているように思う。人間関係の構築はそれぞれ議員の課題であり、もちろん石破さんも改善して叱るべきだとは思うが、彫意を捨てて、台道につく。本当に必要ならそう動くべきだ。石破さんのことを当てはめているわけですではないが、 いずれにしろ大事なのは政策であり人間関係が最優先ではないはずだこんなことで政治家を評価するようじゃ話にならない政治家は日本全体のためにある時は身内を切り捨てるような厳しい判断をする必要があるだから今の時代の政治家に向いている人は利益調整に長けていて誰からも好かれる人じゃなく厳しい決断の結果他人に嫌われるのをいとわない人 そういう意味ではこの人は今の時代には向いているかもしれないあえて今の時代と書いたのは時代によって国のトップの理想像が変わるから国が問題なく順調に運営できてれば利益調整型の方が良いかもしれない日本は高度経済成長期に何をしても経済成長したため利益調整型の政治家が評価されるという傾向が定着しすぎてしまったのかもしれない なんで最後に出た好意的な意見は見出しにならないんでしょうねこれもまた石破さんの人徳のなさの表れでしょうか石破さんが塔を渡り歩いていて信頼が置けなかったり妙に原理原則で味方を後から打ってしまうことは事実でしょうつまらないというのも本当かもしれませんしかし正直ここで発言された元議員の皆さんはいずれも不祥事で政治家をおやめになられている そんな方々よりは、よほど政治家としてきちんと歯を食いしばって働いておられると思うのですが。床屋談義は、数字が取れるためネットから、ワイドショーまで世に、政治バラエティが溢れていますが、そうした場所で徴用される元政治家の論客が、果たしてどのような経緯で、元になったのか。視聴者は、頭の片隅で覚えておいてもいいのではないでしょうか。 仲間がいないと賛同してくれる同士がいないと自分一人では何もなせないというのは良い悪いはともかく真実の一端ではあるだから興味ないなあくだらないなあと思っても調子を合わせなきゃ仕方ないってこともある高潔な一票もそうでない一票も重さは同じだから物事が多数決で決まる以上多数派が好む基準に合わせることもやむを得ないだろう それがどうしてもできないというなら、集団のリーダーになることは自分には、資質がなかったと諦めるより他ない。